まあそのバイクは事故ったらアウトですっていうのはどの程度かにもよるけど、あのまあ絶対にあのかすり傷とかはない。うん、ガッチャガチャになるんだから、おっかねえんだから。だいたいさ、車ってあんまり単車見てねえから、車は人とよその車は見てるけど、バイクはあんまり見てねえな。バイクってすり抜けるだろ、一瞬で来るから。うん、だからあんま見てねえと思うな。うん、気をつけないとね、怖いね。まあトムスのあのドカティはさ、あのマフラー変えてるから車乗ってても多分音は聞こえてくると思うよ。だから一瞬こうんって気がつくとも思うけど、ノーマルマフラーだったらもう完全にアウトだよな。だね、結構ね、バイクはね、ちょっとうるせえぐらいがいいんだよ。ああ。そうでしょ？あの、身を守るために。ああ。あの、相手に気づいてもらうんだから。ああ。だから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 言ってりゃいいんだから。そうそう、あの赤いバイクね。だからやっぱ相手に認識してもらわない。だってよ、俺もよ電動チャリ乗ってるけど、角っことかよチャリで行くとき、あの今さ、あの電動のあの EV の車を多いだろ、ヒュッて出てくるからな、音がしないんだって。びっくりすんだよ。おう、ドキッとしたことない？いや車だったらブーンって言ってきてとかってあるけど、あの電動系はないもんな。うわっと思う、おいや、来てんのかよ、みたいな。ああ。あるよな。ちょっとおっかねえかな。まあみんなね、あの交差点は、気をつけて、っていう感じかな。バイクはゲンチャリで田んぼに落ちてから乗らなくなった。どこの田んぼに落ちてんだよ。落ちないだろ普通。な、まあでもな、あれだな、ここ、そっか、今日でさ、連休っていうか、まあお盆だからどこが連休なのかもう分かんなくなってるからあれだけど、暦で言えば昨日で終わってんのか。
そうだよな。赤旗で言えば、今日からは一応平日モードなんだよな。うん。でも、結局はみんなは、盆休みだろ？荒川にバイクごと落ちたことあります？やめなさいよ、ほんと。ずっと仕事に。まあね。仕事の人もいるとは思うよ。じゃねえと世の中動かねえから。ああ。社畜してます。そういうの。自虐キャラはいいよ、もう。うなさんはお休みですか？ああ、俺はだって予定が何にもねえもん。チャボさんいらっしゃい。こんばんは。ああ、そっか。自分でね、なんかやってんのね。いちさんはね。ご苦労さんです。仕事です。休みたい。だけど、ほら、角田さんはさ、休みもあるわけだろ？その、ずっと休みがないわけじゃないだろうから。だから、それはそれで、まあ、ありっちゃありなんじゃない？東京のお盆は7月なのはびっくりした。いや、それ東京じゃないよ。どこだっけ？お盆がずれるのは。それ東京じゃないよ。どこだったっけな。東京じゃないよ。あ、沖縄だっけ？じゃなかったかな。いや、間違ってたらごめんね。多分みんなの方がググればすぐ出てくると思うよ。そうなんだ。早いとこあるんだよ。ほぼ、だから東京も多分8月のこの辺だと思うよ。12、13、14とか、15とか。ねえ、そうだよな。またよ、お前らよ。いやいや、何が思うんだよ、こっちは。そのせいで毎日忙しい。まあ、その業種によってはね。またあれだぜ。明日よ、明後日ぐらいからよ、また得意の、もう得意の話よ。テレビどこのチャンネル回しても、戦争、戦争。わかる？まあ、始まるよ、また。毎年同じことやってんだ。なあ。どこのチャンネル見ても、まあ、もうそれだから。まあ、ほぼそれだと思うよ。いや。ちょっとね、飽きはしないんだよ。そういう飽きるとかじゃなくて、ちょっと捉え方変えてくれるメディアがあればいいんだけど、田口さんいらっしゃい。みんながさ、おしなべて同じようなことやるとダメよな。
靖国参拝、あ、靖国神社行ったことあるよ。うん。あるけど、こんばんは、エネルさん、いらっしゃい。ウッチーさんもこんばんは。どうも。まあ、その、また言われんだろ。今年また、あの、総理が、あの、参拝すんのかしねえのかとか、玉串あげんのかどうのこうのとか、またどっかの外国が騒ぐんだろ。まあどっかっつったって一つの国しかねえけどな、マジで。もうパティーンだから。ああ、そうだろ、そこ一つの国しか言わないから。ああ、ガチャガチャ言うの。ああ、まあ堂々と言っちゃえばいいんじゃない。うん。安倍ちゃんは仕方でいいよ、もんな。うん。いや、まあほっといてあげねえよ。うん。あ、ちょちょ。あ、そう。まあでもあの辺は大騒ぎになってるからな、あのそういうそのちょっと右寄りの強烈な人たちはあそこ行ってガンガンやってっからな。ああ、どうだろう、凱旋なんかもうすごいだろ。あとはさ、俺も行った時思ったけど、昔のさ、いや、こんなのどっから手に入れたんだろうって思うかさ、昔の日本兵の軍服着て、ここに剣刀刺して、あ、こっちか。あの日本軍の格好をして参拝する人いるよね。いるだろ。うん。あんなどこで買うのかね。いや、いるって、結構いるんだよ。うん。あ、あれ作ってんのか。あ、ブラックホール、ありがとう。ああ。ブラックホールが、決まった。あら。いや、まだいるよ。うん。全然いる、全然いる。うん。なんだろうな、まあコスプレっていう言い方はちょっとな、どうかなと思うけど、まあ正直言っていい、俺あれ見るとあのゲートル巻いたりとかしていくじゃん、結構かっこいいなとは思うよ、マジで。いや、そうなんだよ。いや、結構かっこいいんだよ。ああ。かっこいいの。それはもう間違いないんだよ。うん。かっこいいのはかっこいいんだよ。
いや、俺はいいよ。俺はいいけど、人はやってる見ると、ああ、かっこいいなと思うよ。あのスタイルはね。